本田清六将は271月29日は、日本の林学者、造園家、株式投資家、日本の公園の父と言われる。苦学して、東大教授になり、月給4分の1点引き貯金を元手に投資で、巨万の富を築き、大学定年退官と同時に、全財産を寄付した。旧名、折原清六。武蔵区に埼玉郡河原の井村に、 折原家の第六子として生まれた。東京三林学校に入学するまでの間田河原の井村で少年時代を過ごした。当時の河原井村は個数25件ほどの小さな村だったが、中でも折原家は代々名主役を務める裕福な農家だった。ところが9歳の時に父親が急死すると同時に多額の借金が家に舞い込み、 今までとは違った苦しい生活を強いられるようになった。しかし、それでも工学心は衰えることなく、14歳の年、志を立てて、島村康氏のもとに処生として、住み込み農管期の半年は上京し、勉学に勤め、農販期の半年は帰省して、農作業や米付付月に励むという変則的な生活を3年間繰り返した。明治17年3月、 東京三輪学校に入学した。卒業時には、主席となり、銀時計が授けられた。卒業1年前の明治22年5月、元将棋大隊長、本田里志三郎の娘、選手と結婚し無雇用師となった。東京農林学校を卒業とともに、林学を学ぶため、ドイツへ留学した。ドイツでは、二つの学校に学び、最初は、 ドレス電工街にあるターラントの三輪学校で、半年、この後ミュンヘン大学へ転校し、さらに一年半学問を極めた。ドクトルの学位を取得、欧米を視察した後帰国し、母校の助教授、教授になった。日比谷公園を皮切りに、北海道の大沼公園や福島県の鶴ヶ城公園、埼玉県の羊山公園、東京都の明治神宮、 長野県の賀寮公園、石川県の宇達山公園、福岡県の大堀公園ほか、設計、改良に携わった公園多数。東京三輪学校卒業後に留学したドイツを、はじめ、海外に十数回視察に赴き、明治期以降の日本の大規模公園の開設、修正に携わった。東京駅丸の内口駅前広場の設計も行っているほか、 行行通りも本田が担当し、その後歴代の弟子たちが改良設計に携わる。また、関東大震災からの復興の原案を、後藤新平内務大臣により依頼されて、日中や不眠普及で作成した。また、昭和3年当時の比企軍、菅谷村にある、現嵐山渓谷周辺を訪れた際、風景が京都の嵐山によく似ていることから、 武蔵嵐山と命名したことにより、後に、駅名や自治体名が、調整志向時に、嵐山町と解消している。幼少時に父親を亡くした経験と、ドイツ留学でのるいを、ブレンターの教授の教えから、近県貯蓄を諸生君とした。奈良県、吉野の土倉昌三郎沖縄の諸生をしながら直接、林業を学び、後に、日本で最初の林学博士となった。 投資家として、巨万の富を築いたが、体感を機に、匿名でほぼすべてを教育、公共の関係機関に寄付したことでも知られる。金券貯蓄は、収入の1、4は、必ず貯蓄をし、貯金と株式投資によって40代で、分散投資を実施した。また、日々1ページ原稿を書くことを常としたため、370冊を超える著作がある。また、 本田ダ六を称えて地元に記念碑が作られた時、関係各位に申し訳ないことと、恥ずかしさから、息子を代理で出席させている。孫に、光触媒研究の本田健一がいる。1992年、生誕地に近い国道122号線沿いに、本田ダ六生誕地記念園が完成し、1995年には、記念園が、埼玉県内で、初の、 道のオアシスとなった。2000年、小部町生涯学習文化センター内に、本田清六記念室が完成した。2002年、千葉県の出市郷土博物館所像の染明文書から川館小学校の設計に深く関わったことが明らかになった。2013年、没後60年記念事業として、本田清六記念室を、久喜市部総合支所内に移転し、 本田ダ六記念館に解消した。本田ダ六は三男四女の子だくさんであった。次女のミネは3歳、次男の部は5歳、三男の勝値は19歳で創生。祖父は学業成績優秀なことを大切に考え、娘の婿にすに全て成績1位のものを選んだ首掛け、胃腸。ありがとうございます。